女優の香里奈が、6日放送の TBS 系 A スタジオプラス、毎週金曜夜11時に出演。約12年ぶりに再共演したキスマイフット2の藤ヶ谷太輔と初共演当時を振り返った。香里奈&藤ヶ谷太輔、初共演ドラマ解雇この日は、藤ヶ谷が主演を務める映画、そして僕は途方に暮れる、で共演の香里奈がスタジオに登場し、香里奈と藤ヶ谷が揃ってトーク。ずっと、姉さん姉さんって呼んでいる、と香里奈との仲の良さを明かした藤ヶ谷は、僕初めてお会いした、10年以上前でしたよね、と、岬ナンバーワン、2011年、日本テレビ系、で二人が初共演した当時を解雇。また、香里奈は、デビュー前で、その時ドラマ一緒にやらせてもらった、とまだジャニーズジュニアだった藤ヶ谷の初々しい様子を思い返した。当時26歳の香里奈と23歳の藤ヶ谷の写真が写されると、二人は、若い、と感激の様子に。藤ヶ谷は、年齢でいくと3つ、4つでしたけど、この時は先生と生徒でしたんで、もっと離れてる感じがあった、と役柄から年齢差を感じ、香里奈を、姉さん、と呼び始めたきっかけを語った。香里奈、藤ヶ谷太輔と再共演、お互い成長した、映画、そして僕は途方に暮れる、で約12年ぶりに再共演を果たした二人。カリナは、結構こういう風に入る役だったと思うので大変だなと思いながら、今まで見たことのない役をやられてるんで、一番最初に会った時と比べてお互いが大人になったし、成長もした、と再共演で成長を感じたとコメント。さらに、目の奥が綺麗で、純粋なお芝居をされてる感じがすごく伝わってきて、と話し、役が純粋無垢というか、だけど悪気がないみたいな、そういうのが目から伝わってくるというか、と藤ヶ谷の演技を絶賛した。